ファビオ・エンリケ・シンプリシオは、ブラジル・サンパウロ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは MF。サンパウロ FC にてデビューし、カカーやジュリオ・バチスタと共にチームを牽引。その活躍が認められ2004年に、イタリアのパルマ FC に移籍した。中盤の中心選手となり、公主双方での才能を発揮した。得点能力が高く、 2005から06シーズンはリーグ戦10得点をマークした。パルマが財政難に陥ると2006年に移籍金550万ユーロで US チッタリパレルモへ移籍。2006から07シーズンはエウジェニオ・コリーにアマウリとのユニットで攻守に奮闘し、クラブはリーグ5位に躍進した。二千十年六月、パレルモとの契約が満了したため AS ローマへ三年契約で、 遺跡。2012年7月、フリートランスファーで J リーグのセレッソ大阪と1年の契約合意が発表された。2013年12月6日、契約満了となり退団。2014年、ビッセル神戸に遺跡。2014年12月23日、契約満了となり退団。2015年12月、カンピオナートパウリスタセリエにの バタタイス FC へ加入し11年ぶりに母国へ復帰。翌年6月に現役を引退した。2009年11月、ラミレスの負傷により30歳にして、初めてブラジル代表に招集され、親善試合、オマーン戦でセレソンデビューを果たした。ありがとうございます。